東じいチャンネル。皆さんこんにちは、東じいチャンネルの東です。はい、ということでね、いよいよモデリングの解説パートに入っていきます。もうね、マヤ触ったことない、なんならパソコンすら初心者ですっていう方ね、もう非常に困ってたと思います。もうマヤを勉強することをやめてバイトリーダーになろうかなと思ってたそこのあなた、助けに来ました。もう今回この動画でもうある程度マヤのモデリングに親しみを持っていただければと思ってね、もうゆっくり丁寧に解説していくので、この動画でね、ぜひぜひマヤに慣れてってください。じゃあ今回も楽しんでってください。どうぞ。東じいチャンネル。僕もね、カナダに来て3年経ちましたけども、今ね、英語勉強のモチベーションとして僕を支えてるのは、日本に帰った時に会話でマクドナルドっていう時にマクダーナル行こうぜって自然に出るようになることです。どうも、東じいチャンネルの東です。はい、ということで、前回ね、まさかね、あれだけね、マヤゼロから解説なんて言っておきながら、小言で終わるっていうね、意外な展開だったんですけど、もう今日からね、物を作っていこうかということで、まあね、僕も今まで2020を使ってたんですけど、まあちょっとね、僕も YouTuber の端くれということで、2022年の、なんていうんですかね、これ、10.3?まあまあ3をね、ダウンロードしましたということで、真新しいマヤに、そして僕もね、初心に戻って真新しい心を取り戻して、皆さんにね、マヤを解説していこうと思います。ということで、今から解説していくんですけども、またね、一番最初の動画を見てないという方はね、そちらをご覧ください。その動画でね、何を説明したかっていうと、ちょっと待って、 WER 聞かないんだけど、なんで、なんで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 、ちょっと、もう幸先悪いよ。あ、来た、ほら、ほらほら、エラーだった。さっき W とか E とか R とか押しても出なかったんですよ、このピポットが。そう、皆さんにね、これだけは言っておきたい。いや、前回の動画でね、言語だうんぬん言ったんですけど、これだけは覚えておきたいっていうやつをね、ちょっと言っておきます。今から皆さんがこのマヤというソフトを、まあ、使っていくにあたって、たくさんバグります。そして、それ以上にたくさん落ちます。皆さんが一生懸命汗水垂らして血を流してたくさん時間を使って作り上げたデータってのをね、もう不条理にもマヤは突き落とします。もうマヤがパーンって落ちて皆さんのデータなくなります。だからセーブをしてないと大変なことになるよっていうね、そういう厳しいことも教えてくれますし、あとはね、バグって言ってね、作動するはずのツールが動かなかったりとか、データがひっちゃかめちゃかになっちゃったりとか、とんでもないことをね、マヤはしでかします。でもそんな時に皆さんに覚えておいてほしいのは、マヤは悪くない。そして皆さんも悪くない。じゃあ何が悪いか。誰も悪くないんです。オートデスクで働かれている皆様方々も悪くないです。誰が悪いのか。そう。マヤのバグとかエラーは災害です。雷とか地震とか大雨とか台風とか、そういう類のもんなんで、起こってね、マヤが落ちたとかエラーがあったっていうことで、画面を叩こうがキーボードを投げようが何も変わりません。一番大事なのは、こまめにセーブをして、そして失ったデータ、失った記憶、失ったやる気、それをいかに早く取り戻して、ゼロからもう一度スタートできるか、その強い精神だけが求められるんで、皆さん、これからね、マヤがエラーを起こしても、マヤがね、何の前触れもなく突然落ちて皆さんのデータがなくなったとしても、怒ってはいけないです。責めてはいけないです。我々はマヤという強大な力から、いろいろなことを受け取り、そして発信していくのです。皆々様方々が幸せであられるよう、マヤを信じ、信じ抜く、そしてマヤのために奉仕し続けるのであります。アーメン。はい、ということでね、マヤは宗教です。ということで、モデリングを始めていきましょう。で、まず前回ね、モデルをこう出すところをやりましたよね。何にもない状態で、シフト右クリックすることで、ここにたくさんね、タブが出てくるんですよ。シフト右クリックを長押しすると、こうやってね、タブを選べる状態になるんで、必要なモデルのところで、このシフト右クリックを離すと、そのモデルが出現しますと。で、モデルを出したら、それを W で移動、で、E で回転、で、R でスケールっていう感じで、キーボードをね、WER って押すことで、このね、いろんな編集を加えることができますと。はい。で、まあ、ここのね、なんか、5番の目みたいなのは何かっていうと、まあ、ただのこれは、5番の目だと、思ってもらって大丈夫です。まあ、厳密に言うとね、
このマヤの設定でここの一マスが何ミリとか何センチとかっていうのが決められるんで、その長さのねなんか基準にもできるんですけど、まああとはモデルがどこの位置にあるかっていうのもこうやることで分かりやすいんですよね。ここにマス目があってモデルがこの辺にあったら、あ、モデルデータの真ん中に来てないんだなっていうのが分かるんで、まあそういうねいろいろ目安に使えるようなものだと思ってもらって大丈夫です。まあ今はねそんなことは気にせずに物を作る楽しさをやっていきましょうか。でまあただただねなんかツールとか機能を解説するのは面白くないんで、物を作っていきましょうか。はい、まずはねこのマヤで何かを作りながら皆さん勉強していきましょう。やっぱねポケモンとかもね最初から技の名前もキャラクターの相性も分かんないまま四天王には挑めないんでね、まず最初はねレベル 2,3 のコラッタポッポと一緒に遊びながらポケモンを勉強していくような感覚でねマヤをやっていきましょうか。ということで、まあ、コラッタポッポに値する皆さんが今から僕と一緒に作っていくモデルを発表していこうと思います。それがこちらです。じゃん、皆さんねこれが何かはお分かりでしょうか。そう、サザエさんの家かっこエンディングに出てくる方ですね。はい、こちらをね作っていこうと思います。もうね題材選びってね大変なんですよ。もうどれにしようとかね、椅子とか机とか、いやでも面白くないし、まあでも意外と椅子、いやでも椅子結構大変だしなとか、いろいろこう考えて、僕も最初に作ったのは木のお家だったんで、やっぱお家にしようかなと思って、で一番簡単なお家、そしてみんなが知ってるっていうネームバリューも持ち合わせる何かいいのないかなと思ったら、これしかないってなって、これしかなくなりました。ということでサザエさんのお家かっこエンディングに出てくる方を作っていこうと思います。これをね簡単にモデリングしていくだけなんで、皆さんもねぜひ作ってみましょう。東じいちゃんねる。まあ本当だったらね仕事であればこの家が何センチだからって言ってこう測ったりとかするんですけど、もうそれはねやりません。で今ねちょっと出したやつはデリートキーで沈めましょう沈めて消しましょう。で、まずはね四角を出していきましょうか。シフト右クリックでこのキューブのところで離します。でするとキューブが出てきますよね。でおさらいですけど、アングルとかこのね画面を動かすのは常にオルトを押しながら何かしらドラッグでこの画面を動かすことができます。例えばオルト左クリックで回転、オルト右クリックでズームズームアウト、オルト中ボタンドラッグでスライドって感じで、オルトプラス3つ3種類クリック、これのどれかでこういう風に動かすことができるんで、まあ、基本ねキーボードにオルト置いた状態でこのマウスだけでねどこをクリックするかでこんな風にいろんないじり方ができますと。まあ、これで画面の動かし方はねこの3種類しかないんでどうにかできますよね。でもしねこういろいろいじりすぎてなんか画面こんな感じで遠くなって、あモデルのところに行きたいなと思ったら F、 ええこれもか、ちょっと待って、ちょっと待ってね東じいちゃんねる。はい、ということでマヤ 2022.3 はねバグが多すぎて僕が解雇しました。はい使い慣れたねマヤ2020を使っていこうと思います。まあ2年前のバージョンですけども、慣れ親しんだバージョンなんでこれ使っていきましょう。ということで F でねオブジェクトを真ん中にこのフォーカスすることができると、あれどこ行っちゃったんだろうみたいな時にね、選んだやつのところにすぐさま駆けつけたいっていう時に F を押すと、はい、駆けつけられます。なんで僕ねよくモデリングしながらなんかいろいろこうパーツがある時に、あここに行きたいなっていう時に F を押す、この感じがなんか立体起動装置みたいだなと思ってます。はい、どうでもいいんで次に行きましょう。でまずはキューブを出すんで、まあデリートで消して、さっきみたいにシフト右クリックでねキューブを出しまして、まあまずはじゃあこの家の本体を作っていきましょうか。このまあ本体、このわかんないですけど、このとんがりコーンみたいなところとこの家のピンクの本体のところはなんか同じ感じなんで、とりあえず大きい形状から作っていきましょうか。なんでまずこの形を作っていきます。この五角形みたいなやつを。なんでこの四角、この真横から見るとまあお家みたいな感じになるんで、ここの真ん中をキュッと尖らせたいですよね。まあ、ちょっとちっちゃいんで R を押して大きくしましょうか、こんぐらいで。このグリッド邪魔なんで、このグリッドが邪魔な時はここでもね一応はいつけたり消したりできるんですけど、まあとりあえず出しておきたいんで W に持ち替えて上にぴょいっと上げます。はい、まあお家がこの上に立つとして上げておきましょう。でこの真ん中をねぴょいんと尖らせたいので、シフト右クリック、はい、またシフト右クリックですね。ただ同じシフト右クリックを押してもこんな風になんか表示が変わりますよね。あれさっき確かこの表示だったよねと、なんかさっきと違わないっていうのは、はい、これなんでかっていうと、モデルをこんな風に押して選んで、選んだ状態でシフト右クリックすると、はい、こういう風に機能が変わります。
これは何の機能かっていうと、このモデルを編集しやすくするためにモデルを選んだ時だけこういう表示になるっていうね。まああとは最初の動画で言った通り、このモデルを選んで右クリックするとエッジとかオブジェクトモード、 UV とかいろいろこうなんかモードが出てきますよね。このエッジであればエッジ、日本語で言うと辺ですけど、辺を選べる状態。そしてまた右クリック長押しするとフェイスとか他にも選べますけど、バーテックス、これは点ですね、点を選べる状態で、もう一回右クリック長押しすると、まあ、バーテックスフェイス、これはあんま使わないんですけど、フェイスを押すとフェイスを選べるっていう、こういうね選べるモードが変わります。なんでこのフェイスが選べる状態でシフト右クリック押すと、これはまたこれで変わるんですよ。なんでフェイスとかバーテックスとかエッジとかそれぞれ選んだ時に適したツールがね表示されるように、シフト右クリックの表示ってのはその都度変わるんですね。でオブジェクト、さっきの形を全体を選びたいなっていう時は右クリック長押しで、これはシフト右クリックじゃなくてただの右クリックですね。オブジェクトモードってやればさっきの緑の表示、これオブジェクト全部を選んでる。オブジェクトってのはこの物のことですね。この物を全部選んでる状態がオブジェクト選択で全部動かせるんですけど、エッジとかバーテックスとかっていうのを右クリックでこうやって変えていくと、それだけしか動かせないと。点だけ、辺だけ、面だけっていう感じでそれぞれを動かせるようになるんで、こういう風にね、あのモードを変更しながら扱っていきますよと。あの今戻したのはコントロール Z、 まあ Z だけでも大丈夫ですね。 Z で Undo って言って戻る動作になります。でさっきの話に戻ると、シフト右クリックするとここにねインサートエッジループってありますよね。インサートエッジループツールっていう、これちょっと長いですけど、要はぐるっとエッジを追加することができるツールです。ここで手を離すと、これ今ねカーソルが変わりましたよね。これエッジループを引ける状態になった合図なんですけど、この状態でこのモデルのエッジ、この辺の上でドラッグすると、左クリックを押しながら押しっぱなしの状態ですね、ドラッグをするとこんな感じでエッジが引けるようになります。で今ね全く動かなかったんですけど、このインサートエッジループにも結構機能があって、それを見るのがこの右のタブのツールセッティングスですね。ここのタブを押すと、はい、こんな感じでなんか切り替えができそうな、なんかこんなタブが出てきましたよね。もう英語すぎてわかんないと思いますけど、これめっちゃ簡単に言うとリレイティブディスタンスフロムエッジ、はい、これリレイティブっていうのは相対的って意味なんで、ここを押すと一番自由にねエッジを引くことができます。これエッジの上でね、このフェイスとかでやると反応しないんですけど、エッジの上でこうやって左クリック長押しするとこんな感じでねどこでも引けます。でいいところで話してあげると、そこにぐるっとこのエッジがね追加されるということで、まあ、どこにでも引けるんですけど、これねマルチエッジループスっていうのを押すと、これをね何分割っていう感じで必ずエッジの間隔が等分になるように引いてくれますと。要は2にしたらエッジを2等分にしてくれると、で3にしたらエッジを3等分にしてくれるっていう、そういう機能ですね。でこれイコールディスタンスフロムエッジっていうのはこれね難しいんですけど、全部やりましょうか。例えば右クリック長押しでバーテックスに切り替えて、でこれをドラッグで全部選んで矢印でこうやって、はい、W でね矢印でこうやって移動させて、でオブジェクトモードに1回切り替えます。でシフト右クリックでインサートエッジループもう1回やりましょうか。ちょっとねこの挙動を見てほしいんですけど、リレイティブディスタンスフロムエッジってやるとエッジの上でドラッグするとこんな風に変わっていきますよね。ぎゅーっと、これ覚えておいてくださいね。なんか左に行くにつれて左の形にエッジが沿ってますけど、右に行くにつれて右のエッジに形が沿いますよね。でもこれイコールディスタンスフロムエッジにするとこの左側のこの形のまま右側に行くっていう、そうこれがね違いです。で右から始めると右のこの形のまま左に行きますよと。なんでイコールディスタンスフロムエッジ、はい、同じ距離イコールディスタンス、まあ、平等な距離でそのエッジから進むと。なんでこういう挙動になるっていう、まあ、そういう違いがありますって感じで、インサートエッジループね使いこなせますよと。ということでね Z を連打して戻っていきましょうか。ということで、こう真ん中にねエッジを引くためにはこのマルチエッジループスってやつで1ってやるとど真ん中に引くことができます。でこれど真ん中に引いたら、インサートエッジループねもういいよ使わないよっていう時に W を押すと、このカーソルがまた普通に戻りましたよね。これで通常の状態に戻りました。で今ねエッジを選べる状態になってるんで、ここの上のエッジを選んで上にギューッと押してあげます。でするとなんかサザエさんの家のあの形になりますよね。 W は方向、 E は回転、 R はスケール、
W で移動でしょ？ウィーンで覚えましょうか。 W ウィーンって移動しますと。で E は E か、 E で回転、え回転すんの、えで覚えましょうか。覚えられるこれ。で R はルーンで大きくなるって覚えましょうか。 W はウィーンって移動しますと。で E はえ回んの、回るのもできんのの E にして、で R はルーンでスケールアップということで覚えましょうかね。WER、まあ、この辺ね押しやすく3つ連続並んでるんで、まあ、このどれかをやればどれかが反応するぐらいに覚えてもらえばいいですけど、まあ、とりあえずこれでやっていきましょうか。で、まあ、これができたらだいたい家の本体はできましたよと。でこれ比率が若干ね下ちょっと長い気がするんで、ちょっと上に持ち上げてあげましょうか。じゃあちょっと練習がてら右クリック長押しでフェイスにしましょうか。でフェイスにしたらこの2つのフェイスを選んで、でこれもう1個選ぼうと思ったらなんか選択解除されちゃいますよね。1個選んでもう1個選ぼうと思ったら、ああこっちに移動しちゃったってなるんで、これシフトを押しながらもう1個押すと両方選びます。こう両方選んだ状態で今度ウィーンって動かしたいんで W 押して、これを上にウィーンって持ち上げます。ですると大体同じぐらいの比率になったかな。まあ練習なんでいいんですよ。どんな形でもね本当は。でこれが終わったら、じゃあ次はね、まあこれも本体大体完成なんで、ちょっと屋根を作っていきましょうか。じゃあまたねインサートエッジループツールに続き、ちょっとねもう一個難しいツールを使っていきましょうか。今度は上のこのねなんか屋根のこのフェイスを1個選んで、今度はシフトを押しながらもう1個選んで、この上2個を選びましたよね。でシフト右クリック長押しでディプリケートフェイス、この下のディプリケートフェイスってところで手を離します。すると、はい、なんか何かが起こった感じしますよね。これ何が起こったかっていうと、その2枚が複製されて新しくモデルとして作られたんですね。どういうことかっていうと、 W でちょっと解除してみてこう選んでいきます。ちょっとフェイスモードになってるんで、右クリック長押しでオブジェクトモードにします。ペイで見てみると2個あるんですよ、ここに。はい、これ気づきますかね。でこれもう1個持ち上げるとこんな感じで、はい、選んだフェイスが複製されました。これをやりたかったんですね。ちょっと Z でもう一回同じ場所に戻しますけど、でこっからこの屋根に厚みをつけていきたいんで、右クリックを押してフェイスに切り替えて選んで、もう一個シフトクリックで選択します。で今度はシフト右クリックを押してエクストールードフェイスってやつを選びます。これはフェイスを押し出したりするツールです。これをするとこんな感じで矢印がねなんか変な方向に向いてますけど、この青矢印をドラッグすることでこんな風にね厚みがつけられますけど、なんかね期待してたやつと違う膨らみ方しますよね。なんかこんな感じでね、あのフェイスとフェイスに角度がついてる場合、こんな感じでねあの変な感じで膨れちゃうんで、これはやりたくないので Z で一回戻って、ここまで戻ったらティックネスってところをこの文字のとこをやるとね、カーソルがまた変わりますよね。これをドラッグアンドロップするとなんか同じ厚みずつ増えてくれるんで、これで厚みをつけます。でこのまんまだとなんかねすごくちょっといじっただけでめっちゃ厚み変わっちゃうんで、こういう時はコントロールを押しながらこうやってドラッグアンドロップするとすごく細かく調整してくれますって感じでね、この参考資料ね、僕が作った可愛い参考資料を見ながらちょっと厚みを調整していって、こんぐらいかなっていうところでストップします。すると厚みがつきました。いい感じですね。そしたらもう一回ね右クリックでフェイスに切り替えて、今度はね下をこう選んでいきます。この下のねやつをビョってやっぱ伸ばしたいですよね。これ伸ばすためにフェイスを2つ選んで、もう一度同じツールどうするか覚えてますか。シフト右クリックでエクストルードフェイス、もう真下ですね、カーソルを真下にピッてやるとエクストルードフェイス。今度はさっきみたいにあのフェイスがこうやって折り目がついて並んでるわけじゃないんで、正しくね青の矢印でこうやって押し出されます。はい、こうするとこのね屋根に羽が生えましたね。こうするとほらいい感じになってきたんじゃないですか。ちょ近くなってきましたよね。まあ、このままだとねちょっと横の方はねかなり雨風が当たっちゃうんで、ここまで伸ばしてあげましょうか。屋根を伸ばすときはどうしましょう。はい、まずこの屋根を選びまして、 R ブルンつって大きさを変えると、これ分かりにくいな。
R でドゥルンって覚えられますかね。でもこれなしの方が覚えられる気がするけどな。まあルルンって変えましょうか。ルルンってスケールを変えると、あ、こんな感じでね、スケールがこう伸びますと。伸ばしたい方向にこうやってね、スケールをかければ伸びるので、ちょっと Z で戻りますけど、こうやって、はい、ちょっと伸ばして、ここもね、雨風しのげるようにしてあげましょう。磯野家がね、ここに窓ついてますけど、あー今日は雨だーっつってね、窓開けた時にね、もうズブ濡れになっちゃうんで、ここまでちゃんとカバーしてあげましょうか。この家にどうやってあの家族入るんだよ何人いたっけ。サザエさん、マスオさん、船、波平で、キッズ3人で、タマ8人か。8人、7人と1匹がこの中に入るっていう想定なんだねいや、小スペースすぎるでしょ。雑技団みたいなことしないとこの中に入らないと思うんですけど、まあとりあえずね、こういう感じで家の形ができたんで、じゃあ次は煙突をここにつけていきましょうか。まあこれね、あの完全に 2D ペラペラのなんかイラストなんでね、もうどこに何を追加しようがね、あのもう 3D この奥行きに関しては僕の自由なんですけど、ちょっとね、じゃあ煙突を作っていきましょうか。じゃあ新しいモデルを出すときは、まずオブジェクトをね、選びません。何か選んでるとシフト右クリックをしたときにツールが出てきちゃうんで、この何もないところを押したりとか、あとはこのモデルをコントロールクリック押すと選択が解除できます。コントロールクリックで解除するか、何もないところをピッと押すと選択解除できるんで、この状態でシフト右クリック押して、今度はね、またキューブを出していきます。はい、キューブができました。じゃあこれを移動してここまで持っていきたいんで、このままね、この平面移動、この Y 軸と X 軸の間にあるこの四角を押しながらこうやって持っていきます。すると、はい、平面で移動できるんで、わかりますかね。こっからここまで平面移動しました。ちなみに Z で戻るって言ったじゃないですか。 Z で自分がやった工程を戻ることができるんですけど、 Shift Z を押すことで Redo って言って、戻した作業をもう一回戻せることができます。はい、これもね、覚えておいてください。僕ね、この辺全部あのショートカットの動画で解説してるんですけど、最初なんでね、あの僕と一緒に勉強していきましょうか。なんでこれであの屋根のところまでね、来たので、ちょっと R を押してね、ルーンってちょっとスケールアップしましょうか。同じ太さになったら、今度は縦にビヨーンってルーンってね皆さんが R スケールっていうのを覚えるためだけに、ルーンって言っていきましょうか。はい、ルーンとスケールアップして、でちょっとこうずれてるんでね、なるべくちょっとこのラインを合わせてあげるために W ウィーンと移動させてあげましょうか。って感じで、こんな感じで移動させて、もうちょっと細いかな、ちょっともう一回ルーンとスケールをプルーンって小さくしましょうか。プルーンって小さくして、でウィーンと戻してあげましょうか。うん、このぐらいの感じじゃないですか。で、なんかこの煙突めちゃくちゃ意地悪な形してますね。皆さんが簡単にモデリングするのを防ぐかのように、すごく歪んでますけど、今回は、無視しようと思います。なんか曲がってますけど、無視したいと思います。これはちょっと再現したくないので。で、ちょっとね、トップが、あの出過ぎな感じするんで、右クリックでフェイスに持ち替えてあげて、フェイスを選んで W でピポットをウィーンの状態にして、ウィーンと下に下げてあげましょう。こんぐらいかな。で、この屋根のね、出っ張りを作っていきたいんで、このね、屋根のこれを作っていきたいんで、ちょっとエッジを足しましょうか。はい、モデリングの基本はね、エッジ、バーテックス、フェイスを動かしたり、スケールかけたり、回転したりすることで形を作れるんですけど、まず、エッジとかバーテックスとかフェイスの情報が増えないと、形を編集できないんですね。折り紙も、折り目が増えないと、鶴なんか折れないじゃないですか。なんで、このモデルにも編集するところをね、追加していって、モデルをより複雑にしていきます。なんで、エッジを追加していきたいんですね。ということで、シフト右クリックで、もう一回、インサートエッジループ、ツールに切り替えて、ここにエッジを追加します。でね、さっきやったみたいに、マルチプルエッジループスになってるんで、今、真っ二つにバシンと切れました。なんでこれを、リレイティブとかね、イコールディスタンスフロムエッジとかに切り替えてあげて、で、ちょっと Z で戻ります。で、新しくここにね、ここに引きたいんでね、ここに引いてあげます。はい、これでね、あの編集点ができたんで、ここをどうするか分かりますか？応用ですよ。まず W に持ち替えてあげて、一旦ね、ツールをリセットします。で、右クリックでフェイスに切り替えて、ぐるっとフェイスを選んであげます。で、この時ポイントなんですけど、今まで通りのやり方でいくと、1個選んで、まだ回転してね、シフトクリックで複数個選んで、こんな感じで4つ
フェイスを選んでいくと思うんですけど、これだと時間かかりますよね。なんで1個を選んで2つ目このお隣さんを選ぶときにシフトクリックではなくシフトダブルクリックします。すると何が起こるかっていうと、こんな風にぐるっと選択されます。これね、ぐるっと一周選択したいときに使える機能なんですけど、1個選んでそしてお隣さんをシフトダブルクリックするとこんな風にぐるっと選ばれます。なんでここのね縁を選ぶときも選んでシフトダブルクリックでお隣さんを選ぶするとぐるっと選択できるんで簡単ですよと。でここを出っ張らせたいということはもうわかりますよね。シフト右クリックでエクストルードフェイス、押し出しツールですね。エクストルードフェイス、これ覚えましょう。エクストルード、あと99回言いましょう。エクストルード、エクストルードフェイスでエッジとかフェイスとかを押し出すことができるよということで話します。でするとこのね矢印がまたちょっと特殊な感じになるんで水色の円が出てきますよね。であとこのなんか小窓も出てきますけど、これが切り替わった合図で、なんかハンターハンターでいう信長の円みたいなちっちゃい青い丸が出てきますけど、はい、これが出てきたら青い矢印をこうすると押し出されます。であんまね他の矢印は触ることないんですよね。これとかいじってもいつ使うのこれみたいなでこれ赤を押し出してもいや、いつ使うのこれみたいなね。そんなばっかなんで、基本ね、青を押し出すことで、手前にとか奥にとか言って押し出しができます。なんで、ちょっと手前に気持ち押し出してあげて、このね、煙突の縁を作ってあげましたと。ということで、オブジェクトモードに右クリックで切り替えて、ちょっと見てみましょう。うん、いい感じじゃないですかね。で、ここまでできたんで、次は、じゃあ、この下のね、この足の部分を作っていきましょう。マジで、この家どうなってんだろうな。いや、わかんないな、作りが。この柵とか、この柵とかマジで意味わかんないですもんね。何これみたいな横についてんのみたいな。でここで一家が何か楽しめるとも思えないっていうね。ギリなんか植木鉢も置けないんじゃないかってぐらいの広さのベランダですけど、ちょっとねあのバルコニーもねちゃんと作ってあげましょう。じゃあもう一回ねシフト右クリックしてキューブを出して今度は足を作っていきましょう。で W を押して移動して下に持っていきましょうか。こんな感じで持っていきます。でちょっと足なんでね細い方がいいんで今度は平面でねルルンってこう細くしましょうか。これ楽なんでね、この Y 軸を全くいじらずに XZ 軸でルルンってスケールをかけましょう。そうするとねこんな感じでギューッと細くなるんで、あとは縦にビョーって伸ばしていけば足ができるんじゃないかと。で W でウィーンと移動します。でまあなるべくねこうまあイラストなんでね全く壁と同じ位置にありますけど、ちょっとだけこう内側にね潜る感じでこのぐらい余白を持って移動させてこんな感じですかね。でちょっとね長さ足りないかなって感じなんで、フェイスでもバーテックスでもいいですけど、今度はバーテックスやってみましょうかね。バーテックスに切り替えて、じゃあこのバーテックスをドラッグ選択するとこんな感じで選ばれます。これねどれもそうなんですけど、ドラッグするとこの範囲だけ選ばれます。フェイスでもバーテックスでも。はい。なんで、バーテックスの場合ね、数が多いしちっちゃいんで、こうやって選んであげます。で、今ね、気づいた人はいるかもしれないですけど、こう選んだ時に、ここだけ選ばれてないですよね。これね、よく皆さんあると思うんですけど、これ実は設定があります。はい。ちょっとね、脱線しますけど、自分のカメラから見えてるところだけが選ばれる設定と、この範囲だったら貫通して全部選んでくれる設定があるんですけど、それを切り替えるのが、コントロール、シフト、右クリック。はい。今度はコントロールも加わりましたけど、そうすると、セレクトっていう画面があります。で、セレクトってとこを押すと、また新しい画面に行きますけど、これのカメラベースドセレクションっていうところがチェック入ってますよね。これチェック外すことで、これね、カメラベースドセレクションなんで、カメラを基準として何かを選ぶっていう設定なんですよね。これにチェックが入ってると、カメラから見えるところしか選択されません。なんでここをね、パッて離してあげると、同じようにコントロールシフト右クリックでセレクトって言って選んだ時にチェック外れてますよね。外れてると何が起こるかっていうと、ドラッグ&ドロップすることでその範囲は全部選ばれます。はい。これね豆知識なんで覚えておいてください。ちょっと脱線しちゃいましたけど、これでね足を作っていきます。でも現実的じゃないんですけど、もうちょっと細いですねサザエさんの家もうちょっと細そうなんで、上のバーテックスまで選んであげましょう。ちなみにこれオブジェクトで隠れてここのバーテックス今見えないと思うんで、4番、数字の4番キーを押すことで、なんかね、透明になってくれます。バグってる。これもバグってる。あれ、キーボードがおかしいのかな？なんか僕のキーボード調子悪いですね。まあ、とりあえず4番キーを押すことで、スケルトンになってくるんでね。はい。これで、ここも見えるんで、これ選んで、右クリック、バーテックスで全部選んで、これでスケールもできるんでね。ルルンと、ちょっとスケールで細くしましょうか。ルルンつって、細くしましょう。
で細くしたら、さっきと同じ、もうここを作った時と同じ理論で、ちなみに数字の5番キーを押すと普通の表示に戻すことができます。ここまで来たらもう一回オブジェクトモードに切り替えて、シフト右クリックでインサートエッジループツール、これでどっか好きなところにね、この辺かなって言って打ってあげて、でちょっとペース上げますよ。 W でツールを切り替えて、このね右クリックでフェイスに持ち替えてフェイスを選びます。で複数選択して、なおかつこのぐるっとねループして選択するのをどうするんでしたっけ。隣のフェイスをシフト押しながらダブルクリックするとこんな感じでぐるっと選ばれますよね。そしたら押し出したいので何をやるかっていうと、シフト右クリックですよね。でさっき100回唱えたエクストロードフェイスを選んでいくと、で、緑と赤はなんか使い物にならなそうなんで青を選んであげると。これちょっとね僕も使ったことないんでわかんないですけど、青を選んでエクストロードしていくと。でね、このサザエさんのこのお家なんかわかんないですけど、こう横から見た時に左にピッて出てるんで、これはちょっと癖だと思うんですけど、ちょっとね原作に忠実に再現ということで W に持ち替えてあげて、 W でウィーンと左側にちょっと移動させてあげます。そうすると原作通りになるんじゃないかと。で若干足短いなっていう時は、あれでもそんなもんか、こんなもんか、はい OK ですね。じゃあ、右クリックでオブジェクト選択に持ち替えて OK と。で足ね、まあおそらく2本しか見えてないですけど、奥にももう2本あって4本あると思うんで、これを選んで複製したいですよね。4つこう置きたいんですよ。じゃあまずこっちに複製してあげましょうか、奥の方に。じゃあ複製ってどうするかわかりますか。複製はコントロール D を押すことで複製します。はい、やってみましょうか。コントロール D を押すと、これでね何が起こったかわかんないかもしれないですけど、このねウィーンと移動させてみると、はい2つあります。増えましたね。なんでここで、はい、後ろの方にこの足を持っていって、これ、ね、ちゃんと2つ足が生えましたと。はい、この家からちゃんと足が生えました。そしてまた複製してねここに持っていきたいんですけど、それだけだと、はい、なんかこの足がね、今度は左側向いた足がここに複製されるんで、それはちょっとね違いますと。原作を再現するのであれば、あれあ、僕の予想だとこっちは右側になんか突起してるかと思ったら、こっちは普通なのか。じゃあいいやいやこれねミラーコピーっていうのもあってね、それを使ってあげようと思ったんですけど、まあいいかな。いや使ってあげよう、せっかくもう勉強なんでね。ということでここにミラー反転コピーをしてあげます。なんで今左側に突起してるこの台座みたいなやつが、こっちにミラーコピーするんで、反転してこっちにね右側に突起するようになります。なんでこの2つをドラッグ選択で、この左クリック長押し B で2つ選んであげます。そしたらシフト右クリックを押して、ここにミラーってのがあります。これの小窓を選びます。そう、このツールをねここで話すとツールが作動するんですけど、こういうミラーとかね、じゃあどっちにミラーするんだよって分かんないじゃないですか。だからそういう細かい設定をしたい時に、この四角いところをね選んだ状態で話すと設定が出てきます。はい、これねミラーツールのオプションなんですけど、ここでどこの方向にミラーするかっていうのを決めれるんですね。で今ここに見にくいですけど Y 軸 X 軸 Z 軸っていうのがねこう見えてるんで、 X の方向にねミラーしたいですよね。なんで X をこのミラーアクシスで X を選んだ状態でアプライってするとなくなります。はい、なくなりましたなんでなくなるんだよ。東じチャンネル、もうわかんないよ俺これ全然わかんない、何が起こってんのか。ミラーディレクションマイナス、これプラスにしたらどう。あ、できた、あ、できたできた。あ、なるほどね。このミラーディレクションっていうのがプラスとマイナスあるんですけど、マイナスにしてると、これ要は座標なんで、数学の時座標とかやりましたよね。で XYZ って青ちょっと見にくいですけど、あの方向で X のこの右側に今向いてますけど、これがプラスの位置で、 Y も上向いてるんで上がプラスの向きなんですよ。なんで X のプラスの方向にミラーをかけてあげるんで、ここはプラスですっていうことで、アプライってやるとプラスにねミラーされました。これちょっとね分かりにくかったかもしれないですけど、まあ、こういう感じでねここのタブで選んであげます。何もなくなることないのになって毎回思いますよね。こうマイナスにしてもう一回やりますけど、なくなるってあるみたいな2つここにできるんだったら分かるけど、なくなるって何っていうね。はい、それもちょっと許しがたいことなんですけど、マヤは宗教なんでね、はい、神様です。怒らないで言いましょう。ということで、プラスにしてアプライして、はい、これで大丈夫ですね。足が反転コピーされて4つになりました。これでね、磯野家が自立しましたね。初めて、地に足をつけました。もうラピュタじゃなくなりましたね。
ラピュタの中でね、シータは言いました。人は土がないと生きられないのよと。土を離れては生きていけないと。ということで、磯野家も無事にランディングしましたと。で、ここまで来たら、何が起こるかっていうと、皆さん、モデリングで家ができました。はい。自信を持ってください。皆さん、これだけでも、家が作れました。ということで、次はね、この家に付随するもの。このね、なんか、針みたいなやつとか、窓みたいなやつとか、この階段みたいなやつとか、この柵みたいなやつとか、こういうのをね、ちょっと作っていきましょうか。他は作んないんでね、家の他の要素は作らないんで安心してくださいね。この家だけを作っていくんで。はい。ということで、またね、次の動画で付随するやつを作っていこうと思うので、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Thank you.